皆さんこんにちは、エモンです。今日は新幹線のグリーン車に乗ると芸能人に会えるのかについて話していきます。僕はこれまで数十回は東海道新幹線のグリーン車に乗ってきました。グリーン車は普通車よりも一人当たりのスペースが広く、座席も快適でおしぼりがもらえたり、毛布を用意してくれたり、普通車よりも静かな環境だったりと、金額が高いだけの付加価値を提供してくれます。そういった少し高級な席なだけあって、大手企業の重役や芸能人といった有名な人も多く利用しています。特に東海道新幹線は東京と大阪を結ぶ大動脈で、大阪のスタジオで撮影があったり、大阪で舞台があったりと、東京で活躍する芸能人も多く利用しています。そんな東海道新幹線のグリーン車ですが、実際に乗ると芸能人に会えるのでしょうか。そこで今回はこれまで僕が数十回乗ってきて実際に会ったことのある芸能人についてまとめてみました。1、外国人タレント。1人目は実名を出しても問題ないと思いますが、万が一何か問題があると申し訳ないので、某外国人タレントと呼ばせていただきます。今はあまりテレビで見ることは少なくなりましたが、一時期は様々なバラエティ番組に出演しており、本人はもちろん子供までテレビで登場するほど活躍していました。その某外国人タレントにグリーン車で出会ったのは僕が19歳の頃です。姫路駅から初めて一人で東京の大学に進学した地元の友達の家に遊びに行く時のグリーン車で出会いました。姫路駅のホームにいる時は気がつきませんでしたが、多分その外国人タレントの方も姫路駅から乗ったようでした。外国人タレントの方は僕の座席の斜め後ろに座っており、新幹線が発車してから荷物を棚に上げ、少し落ち着いた頃にふと振り返ると目が合い、僕が気がついたことに気づくと少し笑顔になってくれました。その頃はまだ年齢が若くてマナーがなっていなかったので、写真をお願いしてしまいましたが、心よく承諾いただき、ツーショット写真を撮っていただきました。本当に嬉しかったです。その後友達にすぐ自慢しました。そうすると芸能人に会ったことよりもグリーン車で来たことに驚いていました。今では街や電車内で芸能人を見かけても写真をお願いすることはありませんが、その頃は初めてプライベートの芸能人を見たので舞い上がってしまいました。芸能人も新幹線に乗っている時はプライベートの時間なので賛否両論あると思いますが、個人的には見るだけにとどめ、写真やサインをお願いするのは遠慮した方が良いのかと思います。皆さんは新幹線など公共の場で芸能人に会った時はどうしますか？もしよければコメント欄にご意見をいただけると嬉しいです。ちなみにその時に撮っていただいた写真は今でも大切にクラウドに保存しています。2、名前の知らないアイドル。2人目は残念ながら名前を知らないアイドルグループだと思うのですが、グループでマネージャーさんも含め5人ぐらいでグリーン車に乗っているのを見かけました。おそらく雰囲気的に地下アイドルなのかと思いますが、グリーン車に乗れるほどの金銭的な余裕があるので、地下アイドルだとしてもその界隈では有名なグループなのだと思います。僕が21歳ぐらいの時だったので記憶が定かではありませんが、新大阪駅から乗ってきて品川駅で降りていったと記憶しています。おそらく大阪でライブかイベントがあり、その帰りだったのでしょう。新幹線の中では思い当たる節のグループ名や大阪でライブがあったグループなどを検索しましたが、残念ながら見つけることはできませんでした。でももしファンの人だったらかなりテンションが上がる出来事なんだろうなと思います。結局今でもどのグループだったのか分かりませんが、売れているといいなと思います。数十回乗って出会ったのは2回だけ。僕がグリーン車に乗った合計は数十回ですが、有名人を見かけたのは2回だけです。多分普通にグリーン車に乗っていればもっと多くの芸能人に会うと思いますが、僕がメインで利用するのは帰省の時なので、そんな混雑する時は芸能人は移動しないのだと思います。仮に芸能人がいたとしてもグリーン車も満席に近い混雑なので見つけるのは相当大変だと思います。僕が外国人タレントに会ったのは平日の昼で、僕と外国人タレント以外には一組しか同じ車両にいませんでした。なので写真撮影にも心よく応じてくれたのだと思います。もし大勢の乗客がいる場面だったら、一人を対応することで全員を対応しなければいけなくなるので拒否されていたと思います。2回目のアイドルグループに出会ったのも
大型連休の翌日の日中だったと記憶しています。なので芸能人を見たいのであれば平日の昼間や夜がおすすめです。その時間であれば全てののぞみ号に1人ぐらいは芸能人や有名人が乗っていても不思議ではありません。逆に大型連休中はほぼ皆無だと言えるでしょう。芸能人に会うためにグリーン車に乗る人はいないと思いますが、せっかく乗るなら思い出に残る経験ができた方が良いと思います。グリーン車に乗る機会があれば迷惑にならない程度に周りをキョロキョロしてみるのも楽しいかと思います。もし視聴者の方でもグリーン車でこんな人を見かけたなどがあればコメント欄で教えていただけると嬉しいです。以上、グリーン車に乗ると芸能人に会えるのかでした。ご意見などがあればコメント欄で教えていただけると嬉しいです。このチャンネルが少しでも参考になりましたらチャンネル登録、高評価をしていただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。